アントン・ブルックナー、詩篇第150番波長長は、アントン・ブルックナーが作曲した合唱曲。1892年、ウィーン国際音楽演劇博覧会が催されることになり、ブラームスのもとに、祝祭のためのカンターアタ作曲の依頼が届いた。しかしブラームスは、依頼を持ち込んだ、リヒャルト・ホイベルガーに対して、こう返答した。ホイベルガーはブラームスに言われた通り、 ブルックナーに博覧会の開会式のために作曲するよう打診した。1891年12月23日のことである。開会式は1892年5月7日だったが、ブルックナーはこの日に作品を間に合わせることができなかった。5月21日、ブルックナーはビルヘルム・ゲイリケへの手紙にこう書いている。そもそも作曲のために与えられた期間が短かった。 ことに加えて、当時ブルックナーは健康上の問題を抱えていた。医師たちの診察によれば、動脈硬化、心不全、下肢水腫、静脈瘤、肝硬変、新生糖尿病などを抱えており、いずれも治癒不能と判断されていたのである。おまけに、4月29日までドイツの歌の作曲に取り組んでいたことも、詩編第150番の作曲が進まなかった理由の、 一つと考えられる。6月29日、詩編第150番はようやく完成された。10月9日の閉会式で演奏されることに決まり、今度は披露するまで時間的余裕ができた。7月7日と11日、ブルックナーは詩編第150番に修正を施している。10月9日の閉会式で演奏される予定だったが、しかし、博覧会に、 多額の赤字が生じたこともあって、閉会式における演奏は取りやめとなってしまった。11月13日、ビルヘルム・ゲイル家の式により、ウィーン・ラクユー協会の第1回演奏会において初演された。演奏時間は約9分である。A.B. ホイベルガー P80、A.B.C.D. ネギシ P P143、A.B. ネギシー P144、ネギシ P P145、 ネギシピー146ありがとうございます。